今日久々に一本の道見ましたわ。一本の道っていうのは、物事は順調に進んでいるね。一本の道で、今日はこれは夢に、いやいや、載せておきますわ。私のメモ帳じゃないけど、今日ね、見たのがね、なんだかな、まず黄金に飾っとるバッグとか、そういう小さいお姉さんかおばあさんみたいなね、金ピカでしたわ、金。それとね、ちょっと前に王様の夢見てね、金の王冠とか出てきて、今日はね、俺すごいとこにおるんだな。今日はね、自動車をとにかく置いてきて、それでその帰り山を下って、遠くの高い建物に向かって歩く途中に高い大きい建物があって、そしたらね、プッと出たらね、一本のこの道とね、これでね、一本の道ずらーっとして広大な土地でね、それでね、モノレールが出てきましたわ。だからモノレールっていうのは、目標達成だそうですわ。2台出てきました。それとないだろうな、それ孫正義も出てきたしね。それともう一つなんかあったけど、だからね、いいか、秒数は。だからね、俺なんでこんな夢見るかと思ったら、一応企画はしてんですわ。クラウドファンディングやってお金儲けてね、この情報商材売るとか、それ忘れとんな。今日売っちゃろう。だからそれで金入ってくるらしいですわ。ほんで俺何べんも言うけど、生活保護やからね、急にね、100万入れて、はい、生活保護で、1年に、なんぼや。140万もらうね。50万ぐらいで切られたら生活保護でバレたら困るからね。だからちょびちょび行こうと思って。だから難しいんですわ。だからね、この頃、夢見出したのが2年前からですわ。友達に金返さんことになってね、億万長になりたいから。だから俺なんでかなと思ったらね、そのうちタコボコ YouTube 乗りますよ。大きいことするから。女子高生だと思って、中身拝見とかね。あれで稼ぐとすごいですわ。1億2億行くからね。だからいいとこまで来ましたわ。なんでだろう。まあ、だからね。だから、なんで俺は金儲かってないんだけど、情報商材も一冊しか売れてないんですわ、正直言ってね。金儲かってなんでこんな夢見るかなと思って。そうそう。飛行機の夢見たら、ジェット機、買う、商談する夢ね。だから、もろもろ、それで腰を、姉ちゃんの腰をこう抱く夢とかね。デートみたいなね。それとかね、いろんな小麦粉の容器、油のつく夢、うんこのつく夢、この頃は見んけどね、この頃王様の夢とかね、金の夢とかね、お金もなんか山盛り出てきましたわ。だからそういうところにおりますわ、木山君。そういう感じで、情報集だけ売ろう。以上。